浜口黒吉は、旧大日本帝国海軍軍人、元海上自衛官、海上舞鶴地方総監。1914年12月17日、浜口徳兵衛、国の長男として、和歌山県新宮市で誕生。浜口家は、代々三重県二木島城で海鮮丼屋を営んでいたが、海事代理士となった父、徳兵衛の第二、勝浦港へ移住。浜口は、 中学卒業まで本籍地である、和歌山県東室郡那智勝浦町で過ごした。1932年、新宮中学を卒業し、海軍兵学校を受験するも失敗。おば、美代子が熊野早玉大社宮司、上野職に嫁いでいたことから、浪人中に、新宮市の上総神社の社務所に曲がりする。当時、宮司夫妻からの差し入れを届けていた十枚の上野、 春を後に妻に迎える。一年間の浪人生活の後、1933年、海軍機関学校に合格、入学。以後38年にわたる、海軍軍人の道へ、第一歩を踏み出した。1933年4月、海軍機関学校に、第45期生として入校する。第一次世界大戦以降、日本の機関技術は、 目覚ましい進歩を遂げ、太平洋戦争では、タービンやボイラー等の機関の故障による作戦上の重大な支障はなく、機関学校の教育水準の高さの証となった。浜口も、機関学校教育こそ最高の教育と語っている。機関学校では、日曜日や高級日にも、訓練や実習があり、まさに、月々秘密き近々の厳しさだったが、 休日午後は夕食までの間外出が許可され、生徒クラブに行ったり、市内散策をして、公然の気を養った。心身鍛錬の科目は特に厳しく、探偵訓練では、電部の皮膚が破れ出血し、浴場の湯が赤く染まったという。また東急が体育教科の一つで、当時最強と言われた京都帝大を破ったことを自慢としていたが、 試合中に負傷した右手薬指は修正曲がったままだった。45期の同期には、松平春学の孫で後に、陸上自衛隊を経て、安国神社宮寺となり、先般合衆を実施したことで知られる松平長吉がおり、戦後も時折懇談した。1937年3月、海軍機関学校を卒業。海軍機関省以降補正として任官し、 近海航海を経てヨーロッパへの遠洋航海に出る。1941年太平洋戦争開戦時には海軍機関隊員として南方部隊に所属。フィリピン、ボルネオ、スラバヤ各方面の作戦に参加。多くの艦に乗り多くの作戦に参加したが、転属命令で艦を降りるとその艦が沈没することがたびたび起こった。通常は機関室で指揮を取っていたが、 高戦時は射撃要員に借り出され、銃座に着くこともあった。戦時中の1943年に、十枚の上の春と結婚、翌1944年に、長男、鉄夫が誕生する。また一方で、父、徳兵を空襲で、弟、さ三を訓練中の事故で失う。海軍機関学校教官を経て、少佐となり、第三特攻戦隊参謀として、 終戦を迎える。1945年10月、旧佐世保鎮守府に出資。12月に佐世保地方福音局幹線運行部勤務を命ぜられて、以降、旧日本兵の福音関連業務、船舶の安全運行確保のための日本周辺の機雷総会、さらに海上警備隊から海上自衛隊へと軍人生活は続いた。福音局時代は、 主として特別輸送船の運航、補給、修理等の業務を行う。海上保安本部時代は、主として戦時中日本周辺海域に付設された機雷の掃海、補給業務に従事。海上警備隊時代は、後の海上自衛隊創設を睨んだ、各種業務に取り組んだ。1954年、海上自衛隊創設に伴い、二等海佐となり、護衛艦。 C 艦長に就任。兵学校出身士官の上席だった艦長を海軍史上初めての機関学校出身士官として務めた。戦後の混乱の中、所属や業務内容、勤務地が頻繁に変わったことで、家族は度重なる引っ越しを余儀なくされた。1947年、次男秋夫が誕生。1955年に東京都武蔵野市に今日構えるまで、 一家は、計7回の引っ越しを経験する。当時国民の間では、自衛隊の創設は、実質的な再軍備との抵抗感が根強くあり、自衛隊隊員や家族たちは長期にわたり、白眼視された。子供たち二人も、転校するたびに、教師や給油から、お前の親父は、税金泥棒、非国民といった悪口増言を浴びせられている。 1970年、解消となった浜口が、舞鶴地方総監に就任した際には、当時の京都府知事、荷川虎像に挨拶すべくアップを取った上で、訪問したにもかかわらず、玄関払いをされるという侮辱、屈辱を味わっている。舞鶴地方総監就任の、翌1971年、定年を待たず優退、退官。海軍機関学校生徒として、 青春を燃やし、兵学校教官として多くの若者と交わり、自衛隊創設時の苦労等を思い出深い舞鶴の地で38年に渡る海軍軍人生活に終止符を打つ。自衛隊退官後は、兵学校教官時代の地域の助力を得て厚木の民間企業に就職。水会や会の行事、事業等に積極的に参加し、地元、 武蔵野市選出の都議会議員の要請に応じて、戦争の悲惨さ、平和を守り、国を守ることの意義、重要性を、たびたび講演、訴える。1985年、永年の功績により、君三当随法省を授与される。2001年初夏、小脳に腫瘍が見つかり、入院。8月24日、86歳8ヶ月の、生涯を終える。没後。 正四位に助せられる。自宅が道路事情の悪い海岸地域にあったことから、浜口は中学まで天馬線をこいで通学した。幼少からのこの日々の体験が、後の機関学校や海軍での過酷な訓練、実践に耐える体力を作ったと、浜口は晩年10回している。海軍機関学校は、機関、電気、工作、整備方面を担当する。 海軍兵科将校となるべき生徒を養成することを目的とし、教育内容は国に行くと学術教育に対別される。学生はいくつかに編成された文体が日常生活の基準で世話役として少佐または隊員の文体幹事がおり、隊員はその指導の下で授業と訓練に勤そしみ励んだ。19世紀前半の蒸気推進軍艦の導入以降、 平和士官と機関家士官とに制度上の区別があり、指揮権、階級制度、昇進、給与、教育等に異なった取り扱いがされ、平和士官が一段上とされた。これが機関家士官の不満となり、たびたび制度の一計化が検討されたが、抜本的な改正に至らなかった。昭和17年に、官海制度上の区別が撤廃され、海軍機関隊員は、 海軍隊員となるが、指揮権の改正等には至らず、実態は終戦まで変わることはなかった。機関学校教官時代は、工作教官及び353、354、文体漢字。配給の酒を砂糖や小豆と交換して、妻が作った汁粉を生徒たちに振る舞い、好評を博した。指導を受けた当時の生徒たちの印象は、 温厚で口数少なく、スマートで自負型。縁の下の力持ちという役割であった、機関昇降の典型だったとのこと。特攻戦隊とは、初位神風特別攻撃隊などの航空機によるものでは、なく、小型のベニヤ板製のモーターボートに爆弾を積み、搭乗員が乗り込んで操縦し、敵艦船に体当たり攻撃をする、海上特攻隊である。 戦争末期の戦況悪化に伴い多数のボートが建造され、訓練は主に長崎県大村湾の水雷学校分校と鹿児島県校の裏の2カ所で行われ、訓練後は南洋方面や沖縄、本土太平洋側の基地に配属された。ありがとうございます。